敵さんたちは海を渡って村に渡っていけるのかどうか。鳥サルモンのマイクラ生活、今回は検証動画をお送りするもん。その検証とは、襲撃者から村を守るためにどうしたらいいかっていうことを検証したいと思うもん。今ね、この僕の目の前にあるあの茶色い建物、あれがこの敵、まあ、村を襲撃する敵がいる基地になるもん。そしてその基地の近くには村があって、その村は僕があらかじめ発見したもんから、その村に今から行きたいと思うもん。ここが村の入り口もん。お邪魔します。こう水にね囲まれてる村もん。あと奥の方もね、見てみるとこんな風に水に囲まれてて、自然豊かな村を見つけたもん。お家もねいっぱいあったりしてね。でこのさっき見た敵の基地、そこからこう、まあ、ピリジャーたちっていうもんけど、ピリジャーたちが村を襲ってくるもんから、その村をなんとかして僕守っていきたいと思うもん。その村を守るためにはどうしたらいいか、そしてこの水は敵さんは渡ってこれるのか、そういったところを検証していきたいと思うもん。検証スタートもん。それでは早速検証を始めたいと思うもん。今僕がいるこの世界、さっきの世界とは違う世界になっていて、クリエイティブモードっていう世界に入ってるもん。このクリエイティブモードっていうのはもうあらかじめ物を持っている状態で、作られたものも持っている状態でいろんなものを作っていこうっていう世界もん。でこの今右側に見えているこの島、ここを村と仮定して村人を配置していきたいと思うもん。そして対する左側、ここを柵で囲ってるもんけど、ここの中に敵さんを、配置させて、ここから村を襲っていくのかどうか検証していきたいと思うもん。じゃあ早速、じゃあ村人さんから配置していこうかな。卵から、ね、村人さんを発生させることができるもん、6人ぐらいでいいかな。そしてこの柵の中に敵さんを入れていくもんけど、その敵っていうのが、まあ今回は今のところ3種類入れていきたいと思うもんけど、まずピリジャーという弓を使う敵さん、そしてヴィンディケーターという斧を使う敵さん、そして、まあ、獣ラベジャーっていうものを配置していきたいと思うもん。はあ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 、そしてラベジャー、これは1匹ぐらいでいいかな。で次にヴィンディケーター、まあ3匹ぐらいでいいかな。こんな感じでちょっとね上から見てみたいと思うけど、そしてここから検証の目的、この敵さんたちは海を渡って村に渡っていけるのかどうか、そのあたりを検証していきたいと思うもん。早速ね柵を壊していきたいと思うもん。あードキドキする僕も。壊していきたいと思うもん。どん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 、おお、これは敵さん海渡ってる。おーと失礼しました。あ、撃ってる撃ってる。わあ怖い怖い怖い。え、敵さん海渡ってこれるもん。これこん
な風にね、村人さんに向かって弓を放っている敵さん、ピリジャー。そしてラベジャーも上陸。わあ、村人さんたち追い詰められてるもん。村人さんも海は渡れるもんね。なるほど。検証結果、敵さんたちは海を渡れることが分かったもん。次に、じゃあ敵さんたちは海を渡ってこれるっていうことが分かったもんから、じゃあこういう風に村に柵を周りでこう囲っていったら、じゃあ敵さんは入れないんじゃないかなって僕は考えたもん。このね、柵をまたちゃんと作り直して、そしてこの村をぐるーっと一周柵で囲って、まずは準備をしたいと思うもん。しばしお待ちをもん。ということで、村に配置したこの柵、きっと敵さんは乗り込んでこないんじゃないかなって思うもん。それを検証してみたいと思うもん。早速スタートもん。ゴー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 。あー、ごめん。よいしょ。お、渡ってる渡ってる。弓を放ちながら敵さん、ピリザー渡っているもん。そしてそして、お、これは、あ、これ柵を渡れない、違う、柵を登れない感じもね、ピリジャー。だからこう周りをこうぐるっと旋回してるのかもしれないもん。ちょっと他の敵さんはね、ちょっとまだ基地にいるので、あ、でもあれもね、あー、ここに村人さんが、違うんだ、この村人さんは違うんだ。標的を変えてピリジャーさん村に戻っていく。お、ちょっとも登れたもんけど、やっぱり柵の上からは柵を越えられない感じもんね。でも村人さんが上にいるから、ピリジャーさんは上に向かって矢を射抜く。わあ、狙われてるよ村人さん。なるほど、わかったもん。敵さんは海を渡ることができても、柵を登ることができないことがわかったもん。お、ラベジャーも渡ってきたもんね。ということで、2つ目の検証、これでわかったことがあったもん。じゃあ、ただピリジャーさんは村人に向かってこう柵を越えて弓を投げてくる。これをやっぱりどうにか防ぎたいもんね。ということで、次の検証、この柵の上にハーフブロックを乗せれば、敵さんが矢を射抜いてもブロックできるんじゃないか。それを検証してみたいと思うもん。じゃあもう一度リセットもん。というわけで、お待たせしたもん。柵の上にハーフブロックを乗せてみました。上から見るとこんな感じもん。うー、苦労したもん。これでピリジャーの弓は防げるんじゃないかなって思うもん。果たしてこのハーフブロックを追加した上でピリジャーは攻撃してくるのかどうか、検証してみたいと思うもん。じゃあ、早速柵を壊していきたいと思うもん。よーい、スタート。さあ、これでどうも？けけ、襲撃じゃー！お！ピリジャーがジャンプしてる。ジャンプしてる。まあ、さっき柵を立てたのと同じように
上陸はできない。そしてハーフブロックがあるからなかなか弓を撃とうとしないもんね。さっきは結構頻繁に弓を撃ってたもんけど、キリジャーもこう撃てないのか、それとも撃とうとしてるけれども、あ、撃った。でも当たらないもんね、村人さんに。あ、当たった。でもやっぱりちょっと上にいると狙われる感じもね。おお、やっぱり。でも上に登っていない村人さんにはやっぱり矢を射抜こうとしないもんね。そして斧を持ってるビンディケーター、ビンディケーターはこの柵とかブロックは壊せない感じもね。全然攻撃してこないもんね。そして今どうなってるのか。なるほど、わかったもん。3つ目の検証、柵の上にハーフブロックを積むとピリジャーは弓を撃ちにくくなる。ほぼ撃っていないことがわかったもん。ということで今回村を守るためには柵を立てて、そしてハーフブロックを積むことが村を守る条件になるみたいもんね。検証したおかげでその内容がわかったもん。では僕が見つけた村も頑張って僕が守ってみせるもん。これにて検証は終わりもん。